明けましておめでとうございます。阪急道場弓矢さんです。はい、今日はですね、今緊急で動画を撮ってて、今朝の6時なんですが、これから湯島天神の方に初詣行きたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、実は今日ですね、1月2日なんですが、ちょっとゆっくりさせていただいて、私実家に帰ってたんですけど、1日は。はい、なので帰ってきてすぐね、こっちで初詣ということで湯島天神に行きます。どうでしょう、今年混んでるんですかね。ちょっと行ってみましょう。はい、今歩いて湯島天神までの手前まで来ました。はい、思いのほかそこまで人はいないかなっていう感じなんですけど、ね、朝一だと全然スムーズに進めますね。はい、でちなみに私、コロナ前もですね、結構湯島天神参拝しに来てたんですけど、何百メートル、もう1キロぐらいの行列になるんですよ。うん、なので今日やっぱ朝一来るのって得ですね。ねえ、けどまだ屋台はやってないみたいですね。はい、でちなみにこの湯島天神、東京大学から一番近くの天神様ということで、結構ね、学問の神様としても有名なので、受験とかねされてる方はね、たくさんいらっしゃるところになりますね。はい、じゃあ今湯島天神のこのね、同性の鳥居の前まで来ました。じゃあここからね、はい、行きたいと思います。本当に朝一だとスムーズに来れます。私今まで湯島天神こんなにスムーズに来れたの初めてかもしれないです。はい、まだね、朝一だとちょっとね、屋台とかがやってなくてお祭りって感じではないんですけど、またそれもいいですよね。はい、結構スムーズに参拝できそうです。よかった、はい、ということでお参りしてまいりました。はい、非常にスムーズにお参りできました。よかったです。はい、皆さんも初詣しましたか？はい、ね、私もね、今年1年頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。